皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録していただきますととても励みになりますので、ぜひポチッとお願いしたいと思います。今日のテーマはこちらです。ヒューマングルメンタリー、思うまい店に学ぶホスピタリティとは、なぜ店主たちは幸せそうなのかです。この動画を最後までご覧いただくと、人気テレビ番組思うまい店の店主たちがなぜみんな、ホスピタリティが高く、楽しそうに働き幸せそうなのかがわかりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。さあ、この中京テレビで制作している人気テレビ番組ヒューマングルメンタリー思うまい店、全国各地でですね、おもてなししすぎて面白いうまい飲食店を取材して、その店の商品や人柄を紹介しているという番組です。まあ、その番組を見るとですね、ほとんどの店主が採算度外視で大盛りやボリューム満点の食事を、これがこの値段で食べれるの?といった低価格で食事を提供していてですね、いつも驚かされます。そして食事もさることながら、なんといってもその店の魅力は商品だけではなく店主の人柄によるところが大きいと感じます。そしてどの店主もですね、楽しそうに働いていて輝いています。まあ、いつも見ていて感じるのは、どの店舗も採算度外視なので決して儲かっているようには見えません。まあ、それどころかですね、お客様には原価を無視した料理を提供して、店主は Uber Eats でアルバイトをして生活費を補っているという店主もいるくらいです。ではなぜですね、自店舗の採算や利益を無視してまでお客様にそのような商品を提供しているのでしょうか。それはですね、私が思うに、店主の皆さんはお金のために働いていないからだと思います。店主の皆さんはですね、お金という金銭的な報酬ではなく、お客様が喜んでくれた時の笑顔、おばちゃん美味しかった、また来るねの言葉、おじちゃんここまでしてくれてありがとうという言葉、つまり精神的報酬のために働いています。私たちが仕事で得られる報酬は、給料や賞与といった金銭的報酬と、お客様から承認称賛される精神的報酬があります。しかし私たちの働く仕事をする目的は、生活のためにお金を稼ぐこと、つまり金銭的報酬に比重が置かれていることが多くて、お客様の笑顔や喜びの声といった、精神的報酬の大切さに気づいていないような気がします。一方で、私は研修などでですね、この仕事の喜びは何ですかと質問をすると、ほとんどの受講者がですね、お客様にありがとうと感謝された時、お客様が自分の接客を通して笑顔になってくれた時といった、自分がお客様に貢献した時に自分の仕事の喜びを感じています。つまり私たちはですね、実はお客様から精神的報酬を得た時に喜びを感じているのであって、仕事の喜びは給料をもらった時と回答する人はほとんどいないんです。また会社員の場合、歩合制の会社でもない限りですね、いくら頑張っても来月から給料を1万円上げること、つまり金銭的報酬を上げることはできません。しかしお客様からありがとうと言ってもらう、お客様に笑顔になってもらうといった精神的報酬を得ることは、自分の接客を変えるだけで今日からでも叶います。そして私が思うまい店の店主たちの共通点だと感じているのは、決して儲かっているわけではない、お金持ちでもなさそうなのに皆さん幸せそうだということです。そして皆さん輝いています。それはお客様に尽くして、お客様から笑顔やありがとうといったたくさんの精神的な報酬をいただくことで、店主の心の栄養が満たされているということを意味します。私たちは何のために生きているのか、それは誰しも幸せになるために生きているのではないでしょうか。
これまでの世の中の思考はですね、私も含めてお金持ちになって裕福な生活を送ることが幸せだと思う人が大半だったと思います。しかし思う前に店主たちの、幸せそうな姿、楽しそうに仕事をしている姿を見ているとですね、幸せとは必ずしもお金を持つこと、金銭的に裕福になることだけではないということに気づかされるのです。幸せは将来目指すゴールではなく、日々目の前の幸せに気づけるかどうか、見つけられるかどうかだと私は思います。そのちょっとした幸せに気づいた分の総和が幸せな人生を作るのではないでしょうか。金銭的報酬を求めるのではなく、目の前のお客様に尽くして、そのお客様に喜んでいただくことで、精神的な報酬をお客様からいただくこと、この積み重ねが仕事を辛いものから楽しい、やりがいのあるものに変えてくれる。そして仕事という人生の大半の時間を費やしているからこそ、その時間は辛いものではなく幸せな時間に変換していく。それは自分の仕事への取り組む意識を変える、つまり自分次第なのかもしれませんね。ザ・ホスピタリティチームでは、ホスピタリティをベースとした仕事の目的やパーパスを考える研修やコンサルティングのコンテンツを提供しております。またこの度オンラインオンデマンド研修コンテンツも始めました。いつでもどこでも一人でも学べる研修コンテンツです。詳しくは概要欄をご覧いただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が役に立ったなと思われた方はぜひ高評価のボタンをお願いいたします。またこのチャンネルではこれからもサービス業で頑張っている皆様を応援するビジネスメソッドを毎週お送りしてまいりますので、チャンネル登録いただけるととても励みになります。またザ・ホスピタリティチームではサービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティング、講演のサービスを提供しております。こちらもですね、概要欄をご覧いただきたいと思います。また私の著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なこと、 PHP 研究所より発刊されております。こちらも概要欄を、詳細はご覧いただきたいと思います。それでは、最後にですね、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして、貢献を喜びに変えるこのホスピタリティでですね、輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。